スバルは決してゴミ車じゃなーい。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。最近、政治系ばかり。ビッグモーターばかり。スバルはどうしたって。ツッコミが多いから、スバルネタを探してたらゴミ呼ばわりされてたのよ。あ、そこ気にしてたのね。去年スバルネタを連発しすぎた結果ネタ切れなので、バズりそうなスバルネタ絶賛お待ちしておりますだぜ。そう、そのネタ探しで、仕事中にネットサーフィンしてたらそんな内容見つけたの。仕事中ネットサーフィンなんてすんな。だから手取り15万なんて安月給なんだぞ。黙らっしゃい。日雇いのサクランボバイトで蓄えたお金は多少あるわ。ということで、今回は改めてスバルの素晴らしさを布教しようかと。てなわけで今回は、スバル車がヤバすぎる。ゴミみたいな車と揶揄されるが購入した末路は、ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そもそも、スバル車がゴミってどこがゴミなのよ。なんならスバルさん、ちゃんと環境のことを考えていろいろとやってるっていうのに。そういうゴミじゃないと思うけどな。まあ現にスバルさんは環境への取り組みとリサイクル社会の実現を目指してるし、自動車の製造過程で発生する鉄、アルミニウム、プラスチックなどの原材料を再利用し、クローズド、ループ、リサイクルに取り組んでいて、2022年度のデータによれば、鉄は56万4051トン、アルミニウムは2万6822トン、プラスチックは2万3195トンがリサイクルされてる。で、今回話はそうじゃない。違う意味でのゴミってどういうこと？じゃあ、ネットで出回ってる話を見ていこう。スバルの車ってゴミだよな。なんであんな評価されてんの？ゴミは言い過ぎたけど過大評価されすぎじゃね？こういう話が、ネットを見るとちらほらと見えてくる。ちなみにこれは、みんな大好き底辺の集まりである、愛すべき5チャンネラーの人たちの内容だ。安定の批判大好きスレミンたちね。過大評価？まだまだ過小評価されてるわよスバルさんは。まあ、ぶっちゃけると燃費という一点を見ると、確かに他社と比べると、クソと言わざるを得ないが、車の評価は何も燃費だけじゃない。昔は燃費至上主義ではあったけど、今の世の中は安全性がそれ以上に優先されるしね。そうそう、さっき紹介したスバルディスリのコメントなのだが、レスの中には反論してるものもあり。雪国の実用車だろ。安いし衝突安全性能に優れる。自動ブレーキもいい。アイサイトな。女性やお年寄りが乗る車としておすすめされている。安くて悪路での走破性や衝突安全性に優れ、デザイン以外は素晴らしい車だと思うよ。金ないけど性能欲しいならスバル。スレミンたちの中にも、分かってる人がいるじゃない。まあ、デザインについては正直一般受けしないのは重々承知はしてるわ。スバルが好きな人からしたらいいデザインなんだが、それ以外の、人から見たらデザインは辛辣なコメントが多いからな。こんな風に、アイサイトによる安心性能、そして、雪国での信頼性は十分評価されて叱るべきだと思う。そもそも、スバルが誇る先進安全技術、アイサイトは、単なる運転支援システム以上の存在だしね。スバルが長年にわたって研究開発を重ね、最先端の技術を結集して、生まれたものだから、これは評価していいでしょう。そうだな。知らない人はいないと思うが一応基本機能と特徴を話すと、アイサイトは3つのカメラとレーダーを使用して、前方の障害物を認識し、必要に応じて自動でブレーキをかける能力を持っている。さらに、車線逸脱警告や運転手の注意喚起など、多角的な安全対策を施しているぜ。数値的にも信頼性はあるのよねアイサイトは。そうだな。アイサイトを搭載したスバル車は、追突事故発生率が極端に低いというデータがある。2010から14年において、アイサイトバージョン2を搭載した車は 0.09%、アイサイトバージョン3を搭載した車は 0.06% と、非搭載車の 0.56% と比較して圧倒的に低い数値を示している。これだけでも、万が一の時のためにスバルを選ぶ価値はあると思うけどね。ぶつける心配回避だけじゃなく、ぶつけられた後のフォローもスバル車はされてる。潰れないで命を守るというコンセプトのもと、スバル車は、衝撃を全体に分散、吸収するカゴのような構造を持っているんだ。これにより、衝突時にキャビンが変形するのを防げる。頑丈さで言えば、勝手なイメージだけど値段を、考えればボルボに勝るとも劣らないと思ってる。ところで、アイサイトってどれくらい前にできたの？結構最近のイメージがあるけど。スバルが掲げる壮大なビジョン。2030年死亡交通事故ゼロに欠かせないアイサイト。その実現に向けて、アイサイトは不可欠な役割を果たしているが、このシステムは、1989年から研究開発が始まってたんだ。意外。そんな昔から作っていたのね。そうなんだ。
最初はアイサイトって名前ではなくて、1999年には、ADA アクティブ、ドライビング、アシストとして初めて市販化された。初めて市販車に搭載されたのは、1999年の、3代目レガシーランカスター ADA。ADA は、ステレオ画像認識によるドライバー支援システムで、富士重工が1999年5月に世界で初めて実用化したな。ADA は、2003年に発売された4代目レガシーの、ツーリングワゴン 3.0R に搭載された第3世代の、システムでは、ステレオカメラにミリ波レーダーを加えたシステムに進化した。このシステムでは、従来からの警報機能のほか、初めてプリクラッシュブレーキを搭載。当初から車間距離制御や車線逸脱警報など、基本的だが非常に重要な機能を提供していたぜ。へぇ、アイサイトになる前から活躍をしていたのね。他にも、追従モニターやふらつき警報、グリップモニター、前車発進モニターなど、より高度な機能が追加され、これらの進化した、機能は、2008年に誕生するアイサイトへと引き継がれたわけだ。アイサイトって意外と2008年と昔だったのね。最近のものとばかり思っていた。そんでアイサイトを最初に搭載した車って何なのかしら？アイサイトが最初に搭載されたのは、レガシーの、最終モデルでみんな大好き BP 型だな。アイサイトはさっきも話したが、ステレオカメラのみでプリクラッシュブレーキや、全車速追従機能付きクルーズコントロールを実現したシステムで、自動車だけでなく、歩行者や二輪車を対象としたプリクラッシュブレーキも搭載。ほうほう。それでアイサイトがどんどん進化して、現在のものになると。2010年には、第2世代のアイサイトバージョン2が誕生。このバージョンでは、自動ブレーキ機能が一段と、強化され、前方衝突の回避や被害の軽減が可能に。さらに、2013年には第3世代のアイサイトバージョン3が登場。このバージョンでは、広角と遠方までの補足が、可能となり、さらにカラー認識も実現したんだ。技術の進化が目まぐるしい。機能としては、2017年には操舵支援機能の、作動範囲を広げたツーリングアシストが発表。このシステムは、高速道路でのアクセル、ブレーキ、ステアリング操作を自動で制御することが可能。2020年には新世代アイサイト、アイサイト X が登場。このシステムは、前後左右の4つのレーダーを、用いて、360度のセンシングを実現したんだ。ちなみに、現在の最新技術のアイサイトだと、どれくらい技術が向上したのかしら？最新のアイサイトは単眼カメラから3つのカメラとなり、レーダーが、障害物を認識してブレーキ制御を自動で行い、衝突を回避可能に。交差点の出会い頭でも止まったり、見えづらい暗い場所や夜道でも止まる。前の車が急停止しても止まるぜ。それを精度よく可能にしてるのが3つのカメラ。視野が広角化したステレオカメラと超広角の単眼カメラに。よって3つの目に進化した最新のシステム。これまで以上に広い範囲を見渡す3つのカメラとレーダーが、アイサイト史上最高の安全性能を実現し、命を守り抜くぜ。ここまで安全装備を装着して、事故るようならもう、免許返納した方がいいレベルってくらい安全ね。スバルの安全性については、他社と比べてトップクラスの評価を受けているからな。スバルの安全装備はアイサイトだけでなく、スバルは、1960年代から独自の衝突安全試験を行っていて、国内外の安全性評価において常にトップクラスの評価を受けている。例えば、2023年の5スター賞では、スバル、レヴォーグが第1位。2021年度の5スター大賞は、スバルのレガシーアウトバック。2023年の安全な車ランキングでは、スバルが4位になっている。他社と比較してもトップレベルの安全性能を兼ね備えてる。これを見て、まだ過大評価と言えるのか。ちなみに、2023年度の5スター賞ではレヴォーグが1位だが、トヨタ、ボクシーノアが2位、トヨタ、ビジ 4X スバル、ソルテラが3位になってるな。いろいろと問題はあったけど、車体の安全性能は素晴らしいのね、ソルテラちゃんは。さっきのスレミンたちの、安全性っていうのはここら辺から来てるのね。そんで、レスにもあったけど、走りについてはどうなのよ、雪国とか。もちろんその話もするぜ。スバルといえば、雪国は切っても切り離せない関係だからな。例えば、スバル車が特に雪国で高い人気を誇る理由として、全国平均のシェアが 3.4% であるのに対し、東北では 4.0%、北海道では 4.5% と、明らかに降雪地域での需要が高い。数値から見ても明らかねってことか。その支持される理由としては、AWD 前輪駆動の威力があるな。スバルの AWD システムは、前後のタイヤに均等にトルクを配分する。ことで、滑りやすい状況でも確実に路面を掴むことができる。特にアクティブトルクスプリット AWD と VTD AWD の2種類の、
AWD があり、それぞれが独自の特性と優れた機能を持っている。その AWD の話初めて聞いた。それぞれの違いって何があるのさ？違いとしては、アクティブトルクスプリット AWD アクト4は安定性を重視しているな。このシステムは、加速、途半、旋回などの走行状態に、合わせて、リアルタイムでトルク配分をコントロール。アクティブトルクスプリット AWD は、前60対、後ろ40の、トルク配分を基本として、前後輪をつなぐプロペラシャフトの間に、油圧対多クラッチを配置し、状況に応じて後輪に駆動力を伝えるぜ。アクティブトルクスプリット AWD は、ドライバーのスキルに関わらず、あらゆる、走行状況において AWD のメリットを最大限に引き出すことができ、インプレッサ、レガシー、フォレスター、クロストレック、レボーグなどに使われてる。VTD AWD については、シンメトリカル AWD による基本的な走行安定性を、維持しつつ回答性を高め、積極的でスポーティな走行を可能にした AWD システムだ。センターデフによってトルクを前45対、後ろ55に不等配分にして、後輪により大きな、トルクを分配することによって、コーナーでのスムーズなハンドリングを実現。また、走行状況に合わせてトルク配分を連続化編成をする。ことにより、直進時の安定性も高度にバランスさせるな。搭載車種は、WRXS4、レボーグの 2.0GT 系、レガシーの、ターボモデル、アウトバックの 3.6 リッターモデル、レボーグ 2.4 リッターになる。うん、なんかよくわからないけど、スポーツ向けかそうじゃないかの違いってことね、把握。まあそんな感じかな。その他にもアシスト機能等もあり、X モードの存在がある。これはスバルの SUV 系モデルに採用されていて、アクロ走破性を高める機能だ。これにより、雪道で足元を救われた際の脱出や、凍結した路面での発進が容易になる。運転が苦手な人でも安心して雪道を走れるわよね。運転が上手い人は、ぶっちゃけこの機能いらないって言うけど、それだけ、脈々と技術が継承されてきたってことなのね。歴史を振り返ると、1970年に、スバル 1300G4WD っていう、今で言うところの伝説の名車があるんだよ。当時の 4WD 車って、ほとんどが作業車で快適じゃなかった。でも、この車は東北電力が山でも雪でも使える車を求めて、スバルが作ったんだ。これはスバリストなら有名な話だよな。この車がすごかったのは、当時の 4WD 車が硬いフレームとサスペンションで、作られてた中で、この車は柔らかいボディとサスペンションを使ってたんだ。だから、乗用車でも 4WD ができるっていう新しいスタイルを作っちゃった。その後、スバルはレオーネって車を出して、これが今の、レガシーツーリングワゴンやフォレスター、レボーグの先祖になるんだよ。80年代のスキーブームで人気が出て、どんどん売れてった。当時、ワゴン車って商用車のイメージが強かったけど、レオーネはアウトドア派にも、受け入れられて、その後のレガシーやインプレッサに繋がっていくんだ。スバリストが好きそうなうんちくありがとう。だけど、ここまで話したはいいが、どうして雪国で愛されてるかまだ聞いてないわね。当たり前だが、スバル車は雪道でもすごく強いからだな。特に北海道や、東北では 4% 以上のシェアを持ってるから、信頼度はかなり高い。で、なんでスバルが雪道で強いかっていうと、まずさっき話した、シンメトリカル AWD だったり、エンジンはボクサーエンジンと、有差有対称で低重心のものを使ってるから、スリップしにくいんだ。さらにそこに、さっき話した X モードだったりが来るわけね。その通り、最新の X モードっていう AWD システムもあって、これが雪道での走行をめちゃくちゃ安定させてくれるんだ。もし雪にはまっても、すぐに脱出できる力があるから安心。それに加えさっき話した、シンメトリカル AWD の、おかげで、急な重心の変化が少なくて、スリップしにくい。もしスリップしたとしても、すぐにハンドルを戻せるから安全性が高いんだ。おまけに、スバル車は基本的に寒冷地仕様が標準装備なんだよ。大容量のバッテリーやハイカロリーヒーター、リアフォグランプなど、雪国で役立つ装備が最初からついてる。その他にも、シートヒーターやワイパーの凍結防止機能、ヘッドライトの氷除去機能もあるから、雪道でも安心して運転できるんだ。安全装備も充実してて、アクティブ、トルク、ベクタリングや、VDC っていう操縦安定システムがあるから、雪道でも安心感があるよ。最後に、新世代のアイサイトも装備されてて、これがまた安全性を高めてくれるんだ。要するに、スバル車は雪道だけじゃなく、晴れた日や雨の日、泥道でもしっかりと性能を発揮してくれるってわけね。だから、スバル車は時代を超えて、どんな道でも、使える車として進化してることがよくわかる。そして最後に、スバルといえば水平対向エンジン。
これって、聞いたことがある人も多いと思うけど、現在では、スバルとポルシェしか基本的に使ってないんだ。昔は多くのメーカーで開発をしてたけどね。ボクサーと聞いて、多くの人はボクシングを思い浮かべるかもしれないけど、車の世界では水平対向エンジンのことを指すんだ。この名前の由来は、ピストンが動く様子がボクサーの拳に似てるからなんだって。今じゃ絶滅危惧種みたいな扱いを受けちゃってるけどね。そんで、水平対向エンジンといえば、古い車や、モータースポーツが好きな人はさっきも話したポルシェを思い出す。でも、その元祖は実はフォルクスワーゲンのビートルだったんだ。ビートルってアガサ博士のやつね。わかるわかる。ビートルと同じくらいに、シトロエンの 2CV もこのエンジンを使って大ヒット。フェラーリも一時期、水平対向エンジンを使ってたんだ。日本では、トヨタのパブリカが最初で、その後スバルがスバル1000でこのエンジンを採用。それがレオーネやレガシーに続いて、今ではスバルの、ボクサーエンジンはかなり定着していった。そんで今では、この種のエンジンを使ってるのはポルシェとスバルだけか。でも、なぜこのエンジンが選ばれたのかっていうと、シンプルで振動が少なく、全長も短くできるから。特に、戦後の大衆車にはぴったりだったからなんだ。このエンジンのいいところは、シリンダーが左右に対向してるから、振動がほぼゼロ。V 型エンジンと比べると、バランサーが不要で、構造がシンプルだから故障も少ない。さらに、エンジンが短いから、車内が広くなる。だから、このエンジンは当時、大衆車にとって最適な選択だったんだって。それが今じゃ、受けれる恩恵が少なく、技術の進歩って時には残酷よね。そんで、なんでボクサーエンジンが使われるのよ？その話をする前にメリットの話からだ。水平対向エンジンが今日のスバルやポルシェで使われ、続ける理由は、単に歴史的な背景だけじゃない。モータースポーツという厳しい舞台でのパフォーマンスが求められる。中で、このエンジン形式が選ばれる大きな理由があるんだ。まずさっきから話してる、低重心がその一つ。直列や V 型エンジンと比べて、水平対向エンジンはクランクシャフトと、同軸にシリンダーを配置することで、低重心を実現している。これがスポーツ走行での大きなアドバンテージになる。次に、左右対称性も大きなメリット。このエンジン形式では、シリンダーが左右に均等に、配置されるため、重量配分が左右でほぼ同じ。これが運動性能にも良い影響を与えるわけだな。さらに、このエンジン形式は高回転に強く、高出力も期待できる。なぜなら、バランサーやクランクウェブが不要で、クランクがシンプルで軽量にできるぜ。情報量が多すぎて頭がパンクしそうだけど、みんなならちゃんと処理しきれてるわよね。それで感覚はどんな感じなのよ。では、感覚的な面の話をすると、多くの人が水平対向エンジンのボクサーサウンドに魅了されているだろうな。この独特の排気音は、他のエンジン形式では味わえない魅力となっている。なるほどね。でも本題はどうしてこの2車しか採用してないのって話。いい加減本題に入りなさいよ。焦るな焦るな霊夢。なぜこのエンジン形式がスバルとポルシェに限られているのか。それは、燃費や環境性能が重視される現代において、水平対向エンジンのメリットが少し影を潜めているからだ。エンジン幅が広くなる、衝突安全に制約があるなど、いくつかのデメリットも存在する。このように、水平対向エンジンは多くのメリットを持ちながらも、一定の制約も存在する複雑なエンジン形式になる。それでも、その独特の魅力と性能で、今もなお多くの車愛好者を引きつけているのが水平対向エンジンの不思議な魅力と言えるな。今の世の中、燃費は非常に重要な要素になるからね。しょうがないね。それじゃあ最後に、ネット民たちの反応を見て終了としたいと思う。旅行機にできないから、エンジンミッションで前後長が長くなる。直列エンジンに比べてハイブリッド化しにくい。ロングストロークにしにくいから燃費向上を図りにくい。エンジン幅があるから整備性が悪い。メリットが小さい水平対向エンジンですが、スバルや、ポルシェの象徴みたいになってるから止めれない。重心が低いって言われますが、排気圏や補給類も入れるとそんなに低くできず、むしろ前端後端の重さがバランスを悪くしてます。それでも売れる理由は、メーカー努力で自動車としての完成度が高いからでしょう。ボクサーエンジンでどこを思い出すかで、ポルシェと BMW の2車が思い浮かんでしまいました。自動車に限ってしまえば、生地のメーカーになりますが、BMW は、二輪メーカーとしてはボクサーエンジンの老舗ですから、ホンダファンからクレーム来るので補足すると、ホンダも古くから、
二輪メーカーとしては水平対向エンジン作り続けて、最新のものではすでに、スバルでも手掛けていない水平対向6気筒エンジンで、1800cc を生産してます。スバルは水平対向しか作れない、オイル漏れ EJ20 ガスル等の、ネガティブな意見が散見されますが、個人的に水平対向エンジンは好きですね。もちろんネガな部分は大いにあるんだけど、それを上回る部分がある。それとそれほど低重心でもないと批判される方も、いますが、他の車と並べて比べると低いなと感じる。低いと感じるも感じないも個人差があるから何とも言えないけど、エンジンにもいろんな種類があるけど、日本車で、水平対向エンジンを選択できる環境は個人的に幸せと感じる。スバル冬の時代も雪国だけ売れたのは4駆の恩恵が大きく、当時エンジンはあまり関係なかったように思う。しかしレガシー、そしてインプレッサと特にラリーでの大活躍でスポーティな、イメージが大幅に増し、初めからスポーツカーのイメージが色濃い。ポルシェと共に、水平対向の高性能な印象がさらに強まったように感じる。それも手伝ってか、一時期雪国で見かけるスバル車はかなり多かった。今でも雪国ではスバル人気が根強いように感じるが、その理由はエンジンよりも、四駆を前提にした車作りにあるように思われ、実際雪国に暮らす人から、他の四駆も運転したが、やっぱりスバルが一番いいという声が聞かれるのも、事実で、歴代 WRX などは別として、雪国においては、エンジンよりその、優れている走行性能の方が評価されているように感じる。と言いながら、自分はスバルのエンジンが大好きなのだが、燃費が、スポーキとは程遠い、シトロエン GS とレオーネに乗っていました。どちらもメーカーの思想が強く出た面白い車でした。自動車の、道具としての完成度が高く求められる現在では、趣味的要素が強い車が少なくなるのは当然の成り行きでしょう。このまま効率を追求すると、大型車のようにメーカーの、統合が進んで車種も減っていくのでしょうね。デメリットは他にもある。同じ気筒数なら直列に比べて部品点数が多くコストがかかる。V 型と同等と考えることはできるが、AWD においてはエンジンがフロント車軸より必ず前にないと、ドライブシャフトがレイアウトできないため、重心は低くとも、フロントオーバーハングの重量が増加しデザインもフロントオーバーハングが間延びしてしまう。水平対向が最も適しているのは、BRZ86 のような FR レイアウトか Cayman のような MR レイアウトではないだろうか。スバルは好きで乗ってました。とにかくエンジン周辺はごちゃごちゃガチャガチャしてましたね。メンテ、取り替えはため息が出てました。エンジンは年々進化でショートスクロールでも下から多少は強くなったと思います。デメリットはあれこれありますが一番のメリットは水平対向 E に、乗りたかったらスバルの STI かポルシェに乗れってことです。スバルはシンプルでナチュラルな四駆でわかりやすい。ポルシェに乗ったらさらに RR 駆動に乗れる。駆動制覇のようですな。スバル乗りですが、スバルの車で言うと、水平対向エンジンの欠点は4つ。1インタークーラーが上置き。市販の車を WRC 車のように前置きにするとパイプが長くなり、レスポンスが落ちる。だが、上置きだと、インタークーラーが冷えないので、ハイパワーは無理。ニコンロッドメタルが弱く、メタルブローが多い。EJ エンジンでも FA エンジンでもこれは一緒。正確には、FA の方が耐久性に劣る。算定速トルクがないショートストロークなので仕方がないが、排気量を大きくしないとどうにもならない。4スパークプラグを変えようとすると手が血だらけになる軍手必須。燃費の悪いのは大きなデメリットだが、燃費を気にする。人はスバルは買わないから成り立っている。横幅を取るので、前輪のサスペンションが場所を取らならない。ストラット式になるが超高級車が欲しい人もスバルは買わない。ボクサーエンジンはスバルのアイデンティティになっているから、今さら変えられないし、変えなくても良いが、電動化をどう、乗り切るのか、トヨタとの連携だけではアイデンティティが見えない。世間で言われるほど重心は低くないし、一番悪いのはエンジン位置が、前すぎるせいで、ハンドルを切った時の鼻の入りが悪いことです。もちろん、台を重ねるごとに熟成されていますので、GRB 以降ともなると全然気にならないと思いますが、結局、エンジンとしては水平対向であると、言うだけで、性能的なメリットはそうほどないと思います。運転が楽しいのは、FR ベース4駆のような、操作性のパッケージが優秀なんだと思いますよ。あ、水平対向6発の EZ30 だけは、音とフィーリングが、最高に気持ち良いエンジンだと思います。唯一、スバルで好きな水平対向エンジンです。昔、BOD を初めて購入して運転を始めた時に全く違う感覚を覚えた。街乗りでも高速の合流の加速時でも車線変更でも車体の下の方に重心を感じるあの感覚はすごかった。R32 も乗っていたけど全く違う乗り味。結局、BOD に、
6年半乗って DL をチューンドバイ STI に乗り換え現在17年目突入。まだまだ楽しみます。スバルの場合、4WD にするためフロントデフの、上かつフロントアクスルより前にエンジン置かないとならないですからね。PRZ は FR 専用だからエンジンが低いです免許取り立てから。セカンドカー時代を含めたらずっとスバル車乗ってるけど、エンジンが飛び出してる分ノーズが長いんで路地から出るときはちょっと気を使いますね。まあそういうネガを上回る走りの質はありますけど。なんだかんだ、ゴミと言われようが楽しんで、スバル車を乗ってる人はたくさんいるってことだな。さて、皆さんはスバルについてのどう思いますか？やっぱりゴミと思いますか？ぜひ、皆さんのご意見をコメントで頂戴したいぜ。ゴミと言われようが何と言われようが、ウプ主はずっと、水平対向エンジンを積んだ WRX に乗り続けると思うわ。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。